はい、どうも高橋直樹です。暑い夏も過ぎまして、急にね涼しくなってきましたよね。この季節の変わり目の時にですね、よく聞かれる質問というのがあるんですよ。それがエアコンでございます。まあ夏はね暑いからエアコンをかけますよね。ただその例えば今年車に乗り始めたとか、あとはすごく年配の方でね、じゃあ冬ってエアコンどうしたらいいのっていうことをよく聞かれます。はい、ということで、冬場のエアコンの使い方っていうのをちょっと今日はねお話ししたいなと思いますけれども、まあこれはね実際に乗っていただいて、体験していただくといいますかね、まあ初心者の方でもね、いろいろこういじってもらってね、曇ってきたら、何をつければいいかとか、オートエアコンだと結構ね冬って結構融通が効かない時があるんですよね。冬はオートエアコンですと風を下の方に、送るような制御をいたします。ただこちらのような東北地方とかですとガラスに当ててあげないとそのガラスの氷が溶けなかったりとか、曇りが取れなかったりとか、そういうことがあるからね、まあ、そういうこともあるので、はい、今日はそのエアコンのお話をしたいと思います。先ほども言いましたけども夏は当然使えますよとね、暑いから。ただ冬は冬でエアコンを使うメリットっていうのがあるんですよ。冬はねやっぱり当然暖かい空気を取り入れたいわけなんだけども、そこでエアコンのスイッチを押すか押さないかで変わってくることが、除湿をするかしないかなんですね。エアコンのスイッチを切ると普通の暖房、エアコンのスイッチを入れることで除湿暖房っていうことになります。冬っていうのは外気と車内の、ね、温度差っていうのが結構ありますから、それに人が乗るとさらに曇るわけですね、ガラスが。そういう時にフロントにエアコンの暖房を当ててあげることで、曇りがさーっと取れるというメリットがねあるわけなんですよ。じゃあ入れっぱなしでいいんじゃないよって思うでしょ。ただねこれも家の中と同じなんですよ。家の中って例えば冬場加湿器置きますよね。それはなんでかっていうと、やっぱり加湿をすることによって乾燥を防ぐとか、あとは風邪ですよね、喉とか鼻とかね、やられますよね。そういうことで風邪の防止っていうことで加湿器を置きますけれども、車も同じなんですね。冬っていうのはインフルエンザとかのねウイルスが活発になって、インフルエンザにかかる方っていうのが爆発的に増えます。まあそういうことも考えると、車の中を完全にいつも除湿の暖房にするっていうのは、正直言って人の環境には良くないんですね。除湿されることで湿気がなくなってね快適かもしれないんですけど、実は体のことを考えるとある程度の湿度があった方がいいわけですよ。お部屋の中と車の中が結局同じ考え方なんですね。冬場のエアコンっていうのもね、メリットデメリットっていうのが、ございますので、はい、ということでね、冬場よく今頃聞かれる悩み相談ということで、お話をいたしました。はい、まあ機械的にはねエアコンのコンプレッサーっていうのは回してあげてた方が本当はいいんですけども、でも半年ぐらい回さないから壊れるかっていうとそうでもないので、今年車に乗られる方とかいつもあれどうなんだろうなって思ってる方はぜひ参考にしていただければなと思います。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございます。もしよろしければチャンネル登録をしていただきまして、また次の動画もぜひご覧ください。それでは。